パリ五輪のボクシング競技は現地8月9日、女子66キロ級の決勝が行われ、性別騒動で世界中に大論争を巻き起こしたアルジェリアのイマネケリフが要留、中国を判定で下し、金メダルを獲得した。試合はリーチのある超新選手同士とあって、序盤は互いに立ち上がりを見せたが、パワーで勝るケリフが徐々に要流を仕込んでいく。第2ラウンドにはケリフの優位が明らかになると、 最終第3ラウンドは要留も一発逆転をかけた右フックを繰り出していく。しかし、ケリフは余裕のノーガードの構えを見せながら相手をいなしつつ、的確にパンチをヒット。結局判定は5対0でケリフの干渉となった。試合後は互いの腕を掲げて健闘を称え合うシーンも見られ、表彰式も友好的な雰囲気のまま幕を下ろした。イギリスメディア、BBC。 は、ケリフが同メディアの取材に対し、これは私の夢です。とても幸せです。私は8年間、眠らずに働きました。アルジェリアのすべての人々に感謝したいと思いますと語ったとしている。さらに、自分のパフォーマンスには満足している。私は強い女性ですと、ケリフが発言したと報じている。今回の性別騒動をめぐっては、ケリフのほか、 女子57キロ級のリン・ユーティン台湾の2人が昨年の世界選手権で DNA 検査を用いた性別的覚醒検査で男性が有するとされる XY 染色体を持っていると国際ボクシング連盟 IVA によって結論付けられて失格となっていたその後国際オリンピック委員会 IOC は2人が女性として生まれ女性として育ったと主張し 二人のパリゴリン出場資格を認めた。BBC によれば IOC のトーマスバッハ会長は男性と女性を識別するための科学的に確固としたシステムは存在しないと示唆したと報じている。